皆さんこんにちは。ジュラシックアダライブ、今日は T レックス打撃金打撃イベントということでやっていきたいと思ってるんですが、まあいつものように、まあ、推奨生物レベルが20から30ということなんで、はい、こんなメンツになってますということで、はい、真ん中に T レックス、ティラノサウルスがいますが、レベル30なので結構やばいですね。こちらはディレイ1があるので、まあ、いきなり3897食らう可能性があるということで、なかなかかなと思っていますが、そして両端が速いやつですね、131で飛びかかりで3160が来たりで、こっち側も100レベル、移動速度130でいきなり3524が来たりするということで、なかなかですね、スピードが速くないと厳しいんじゃないかなと思うんですけど、で今回はですね、フォルサウラ、はい、この1体で頑張ってみたいと思っています。おそらくね、あの計算上はこれでいけるんじゃないかなと思ってるので、はい、これで挑戦してみたいと思っています。はい、もうね、あのレジェンドですからね、あのレジェンドの1体で、はい、3体に対してですね、勝っていくっていうのはなかなか大変かと思いますけど、はい、早速バトル行ってみたいと思います。さあ、まずね、どの順に出てくるかにもよるんですが、さあ、どの順で出てきますかね。あ、ティラノから来ますね。はい、ティラノから来ましたら、まずこれ1回じゃね、倒しきれないので、はい、牽制を与えて、はい、これでね、ダメージ軽減与えて、1ターン耐えることが大事。これがきついんだけど、はい、これさえ耐えれれば、はい、ここで、はい、1回で倒せるので、さあ、ここまで来れば、スピードはこっちが速いので、先手が取れます。はい、これだとですね、1倍じゃ倒せないので、はい、一撃離脱をするんだけど、1体だから離脱しないでもう1回自分なので、まあ、この状態になれば、まあ、チャーリーに対してですね、これ1倍でね、はい、これで結構削れるので、ここまで削っておけば、飛びかかりが来ても、はい、耐えれると思うんですが、はい、ここまで来ればね、はい、もうね、何でもいいですね。一倍でもいいし、先制でもいいしですね、何でもいいですね。はい、勝つことできますね。はい、ということですね。いや、フォルサーラ強いですね。ということで、はい、今日は終わりたいと思いますが、さあ、報酬見ていきましょう。さあ、報酬の方は、はい、まずは T レックス来るのかな、どうなんでしょう。あ、そうですね、ティラノ来ます。ティラノ来まして、さあ、最後のエピックに期待したいんですが、はい、何が来ますか。エルリコサウルスか、あんまり嬉しくないですね。はい、ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。ではまた。